2週間ぐらい前かな。プラスマイナス岩橋さんっていう芸人さんがですね、そ,そんなんやったら俺もやったことあるわ、と。で、えー、テレビで、まだ独身です、モテないです、結婚できないですって言うてはる先輩芸人のお兄さんのところに僕も、前女の子紹介したことがあって、で、女の子一生懸命連れてったんやけど、僕のことはもう鼻にもかけずに、その女の子と一緒に消えていきはったわ、というふうなことを書いてるわけですね。その X が削除されているようなんですけども、ついつい、 これを言っちゃいけないと思ったり、これをツイッターで、X で書いちゃいけないと思っちゃったんでしょうね。思っちゃった瞬間からか、書きたい書きたいっていうのがどうしようもなくなって書いて、おそらく本人としては、偉いこと書いちゃったので、それをなんとか、その、薄め息で薄めようとして、<laughs> もっとひどい過激なことを書いたりして薄めようとしたんですけど、全然薄まらなか,らなかったということだと思うんですけど、すいません、こんなに、一音でこんなに笑ってしまいましてですね。